皆さん、もうご存知します。先日、YouTube ライブにてですね、ついに、グランドマスター、ローテーションのね、グランドマスターに到達できました。で、まぁ、今回のグラマスチャレンジは、まぁ、10日で終わったんですけど、まぁ、最後こそね、トイソジャー入りのネメシスで決めたんですけど、まぁ、正直、ほとんどティア1、ネクロマンサーだったり、秘術ウィッチだったりっていうのを使って MP を持っていました。で、まぁ、そんな自分だからこそ、皆さんにアドバイスできる。まだグランドマスターいけないって皆さんにアドバイスできることがあります。そう、ティア1を使っていて、何気に一番きつかったデッキがあるんですよね。で、そのデッキに僕のミッドレンジネクロマンサーがボコボコにされた試合を、iPhone の録画機能でちょっと撮っておいたので、そちらをまず皆さんにご覧いただこうと思います。さあ、向こう選手がダメ押しの不祥大を展開して、ホワイトキングで顔殴って、これは勝負あったんじゃないか。なんとネクロマンサーから、イスラフィール登場。まさかこのために進化系を残していたのか。さあ、ここは進化系使って突進とともに、このホワイトキングと、相打ちにならないこの除去の理想的な除去の仕方。しかし、なんと向こう選手もトップオブザデックでバチコンの少女をしっかり距離と引いてて、この進化フォロワーを破壊という効果、そしてドロメック屈射、そして箱の少女並べて、まさにダメ押し。さあ、これは次のヘクターでリサレが見据えられているが、これは勝負あったんじゃないか。なんと、生の死の逆転が出てくるのは、なんと、ここで、ゼウスってことは、もう一枚これは、まさか、ゼウスが、一旦に2体降臨して、まさかの僕は最初逆転負け。まさかまさかの結末でした。いかがでしたでしょうか。そう、実は、この、リアニメイト軸のね、ネクロマンサーが、強いんですよ、これ。なので、今回、僕がね、ちょっと、バチコリと組んできました、ローテンショーのデッキ。こちら、リアニメイト軸の、ネクロマンサーを使って、この強さっていうのを皆さんに知っていただこうと思います。まあ、せっかくね、このアルビスとか、この、なんだ、陰湿な、陰鬱な資料術とか、この曹操という概念、ね、手札を捨てて、ね、効果発動させると。そういう効果をね、しっかり使って、この、死竜の使い手っていうカードにて、勝ちたんめに10コストのカードを出していこうかなと思います。はい。はい、マッチングしました。おっと、早速来ました、ネクロマンサー。まあ、大体のネクロマンサーがミッドレンジなんで、このミッドレンジネクロに対しては特に強いですね。このデッキは。はい。で、マリガンなんですけど、まあ、基本的にやっぱその、まあ、理想はゼウス。ゼウス陰鬱でも、2ターン目にもうゼウス墓地に送っちゃう。はい。なんですが、まあ、この手札でも全然いいですね。あ、てかこれ、カムラを墓地送りにしてもワンチャンいいのかもしんないな。うん、ただちょっともう、この、こいつ出した時点で、リアニメイトって割れ、ば、うわ、てか、どんだけカムラ組んだよ。ちょ、一枚カムラ弾きますわ。うん、これによって、まあ、8コスのなんかドラゴンのやつ、まあ、あ、こいつ出した、資料の使い、こいつが出てるカードが、8ターン目に、この、こいつと一緒にカムラも出しちゃうっていう。まあ、もちろん7ターン目カムラを置いて、8ターン目こいつ。まあ、まあ、基本的にこれはゼウスで使わないとちょっともったいないかな。結局 8PP あればこいつも出しちゃうんで。うん。で、こいつ自身のスタッツは22という、まあ、正直高くない能力なんで。まあ、しかしそのね、しっかり間埋めるようにして、この純真の歌い手で、ドローを重ねて、あ、いいですね、これ。いい、うん。手札的にいい感じです、これ。ドローが重なってね。はい。アヌビスも引いていくと。うん。いや、なかなかいい動きができてきそう。あとは、もうゼウスだな。アヌビスからこれゼウス破壊してもいいんですよね、結局。うん、こういう、7ターン目アヌビスで、盤面取って8ターン目使用ずつ、みたいな。あー、ここも純真かなと思います、はい。バチコンの少女。まあ、これ212で顔殴って楽しむかな。まあ、次、まあ、こいつらラストアド込みだと3枚まで最高ドローできるから、こいつ引けてるうちにちょっとゼウス引きたいよな。うん、絶対にやっぱ8ターン目に、やっぱこの資料の使い手からゼウス持ってきたいんで、あ、これ顔来ますね。まあ、もう顔来てもらう分にはもう全然問題ないです。まあ、こっちのカムラとかもおるんで、あー、このセレスめちゃめちゃいいな。セレスかますか。これいいや。こいつらで破壊しようと思ったけど、まあこれで盤面押さえてて、セレスでまあ
ヘルス2のやつ殴った方が3-6で確率に残るからいいねんけど、まあここはまあこれで別に上から食えるんで、まあちょっと返り討ちは食らっちゃうけど、うん、ゾンパとかで捉えるスタッチになっちゃうけど、まあこれはこれでいいと思います。はい、うん、結局この11が3に殴れないか、スペル使わない限りは、それが進化で上から食わない限りは取れないんで、セレス。だから強い。こいつの能力が光線時っていうのがもうめちゃめちゃ強いんで。はい。あともうゼウス引くだけやな。ゼウスをこの陰鬱で除去。もしくはアヌビスで7体目除去して、攻撃部最大のやつを破壊しながらっていうゼウスを墓地に送る。基本的にあの、ケリドメンの効果はリアニメイトじゃないのは、あの、バトル中に破壊されなきゃいけないんですよ。で、この、早々っていう効果が、なんで言うのかな。能力をすべてを失っただから、ケリドウェンからって、戦闘で破壊されたカード限定なんですよね。単純に破壊じゃなくて。こいつ戦闘せずに、そのまま手札から場に出して効果無効化して墓地に送るっていう概念だから。あ、これ相手かなり苦しい。もうセレスを取るのにめっちゃ苦労してます、相手。はい。もうこういう新学期の使い方だったら絶対したくないはずなんですけど。なるほどね。これいけますね。アンドレア・ルフス。ちょっと1枚ドローしに行ってもいいかもな。ねえ、これでゼウス引けたらもう最高じゃないですか。なので、どうしよっかな。2に抑えようか。あの、ゼウス。お願い、ゼウス引かして、お願い。まあでもこの聖土の逆転というカードも、2枚あれば、10ターン目に、リアニメイト X タンスなんで、リアニメイト10で、ゼウス2体出せるっていう、そういう意味のわからん動きもできるんで、まあここはアンドレア・ルフスと、セレス出したターン終でいいかな。そうっすね。ゼウス引ければ完璧やねんな。よろめく不死者からの、リングラサシンで2枚除去と。まあでもこれで2ドロー。で、1ドロー。うわぁ、センス引いた！ナイス！ナイス、このドロー。ゾンパも強いけど、やっぱ 8PP 目でこれでからもゼウス持ってきたいんで、ただここアヌビス。アヌビスでも立てるのありか。うん。ゴーゴーが単純に場に残せるのがでかいから、これアヌビス立てましょう。したらアヌビスで、ゼウス墓地送りして、はい。で、攻撃力最大のフォロワーをランダムに破壊。はい。これで今墓地に、ゼウス行きました、この墓地にね。なので、この主要の使い手が出てくるのはゼウスになります。はい。こういう動きができるのは、ほんとこの早々という能力を使えるのは無理なので、めちゃめちゃいいドローだった、今のゼウス。顔。ヘクター？もしくは、不死の内容。あ、ここででも不死の内容とか壊れてたら結構きつかった。いや、そうでもねえな。まあ、ここは相手がしっかり盤面を取ってくるんですけど。じゃあ行きましょうか。死霊の。あ、ゼウス2枚目。死竜の使いで行きます。はい、嘘じゃありません。紛れもない真実の力、8ターン目にゼウス降臨。フェイスを殴って行くと。ただ、こっからミッドネクロやったら気をつけないから、やっぱ、盤面どうしても残っちゃうんで、そっからのそのヘクターケアとか、うん。ヘクターによる大量ダメージで、さすがに届かないやろと思っても、15、6点全然出ちゃうんで、場合によっては。フッシュの代用とかワイトとかなんだろう残った状態でターンを渡しちゃうと、うん。まあここはこだえていいな、いい動きですね。ヘクターでしっかりとこのゾンビとね、ちょうど取って、5-3でフェイスかな。まあ5-3フェイス来ると思います。はい。うん。ここカムラで、ですね。うん、カムラ、
中村、ゾンパレ三三さすがに取るか。取ります。はい。カムラ出して放置で OK。で、これは次のターン仮に相手の場面に守護叩いただけで、死生と死の逆転引いたらもうリサルなんですよね。死、50、だからゼウス2枚出せるんで。で、墓地から持ってくるっていう概念のように見えるけど、これさっき墓地から持ってきたんじゃない、あの、破壊されたフォロワーを出すだから、別にあの、墓地の、あのゼウスがいなくなってるとかそういう考えではないので、これも1枚ゼウス普通に切って、次の手の生と死の逆転で再びゼウス降臨で、あ最初こんなできすぎたことある？これもう勝ちですよ。これちょっと待って、さすがにできすぎ、さすがにできすぎですね。これ動画撮り始めてまだ一発目だな。はい、というデッキでございます。あの、もういかに中盤セレスとかあのオーディールとかカムラとかでしのぐかっていうのを実は考えた方がいいかもしれない。うん、ゼウスばかり目が行きがちだけど、あ、てか前回の連勝継続しとるわ。はい、ということでリアルメト軸のネクロって実は強いので、皆さんぜひ使ってみてください。特にまだグラマスいけてない方、そこのねティア1使ってもいけない、どうしたらいいか悩んでる、そういう時にリアニメイト、ゼウス降臨。はい。ありがとうございました。